はい、どうも新山です。いつもありがとうございます。今回はなんと前回ですね、じゃん、これスガキ屋さんの名古屋名物味噌煮込みうどんですね。皆さんも知ってると思いますけど、前回これで僕はあの混ぜそばを作りました。で、結構反響が良かったんですけど、他に何かレシピないのっていう問い合わせも結構多かったんで、それからですね、ちょっといろいろんなことやってたんで、もう一回、こちらの味噌煮込みうどんを使って意外なレシピを紹介したいと思います。まあ多分あの新山らしいものが出来上がったと思うんで、お楽しみにしてください。はい、では作っていきましょう。はい、では今回の食材を紹介したいと思います。せーの、はい、こちらですね。まずこれ、これはね、小さじ2杯半の片栗粉を、小さじ3杯のお水で溶いた水溶き片栗粉です。で、これが小さじ1杯の砂糖で、これは、白ネギ、白ネギをささぎりにしました。こんな感じね、ささぎりの白ネギ。おお、やめてよ。それからこっちが、これえのき、えのきとしめじと、豚肉のバラ肉、バラ肉のスライスです。バラ肉のスライス、これは2枚分ですね。えのきは1つの半分ぐらいで、しめじは4分の1ぐらいで、これちょっと前に僕の YouTube で紹介した家庭で作れる台湾ミンチ、これ冷凍して取っといたんで今回使います。で、スガキ屋さんの名古屋名物、噛んだ、スガキ屋さんの名古屋名物味噌煮込みうどん、これの麺と袋の、味噌スープの素を使います。さあ、では作っていきましょう。はい、では、これ計量カップですね。ここにお湯を入れて、中の袋スープを溶いて、ベースの味噌だれというか味噌スープを作っておきます。ではいきます。麺とこのスープが入ってます。それからこれ、七味唐辛子、これもじゃあ使いましょう。ではちょっと麺をこっちに置いておいて、うん、お皿がかわいい、お皿かわいいな。こういうかわいいお皿じゃなくても大丈夫です。それは大丈夫。これをまず一回全部出して、これをちょっとね、こう平らにして、だいたい7割、このままかな、7割ぐらいをこの中に入れます。カップの中に、よいしょ。で、この残ったこれは、このスープの素は、もし味が薄かったら足してください。あの味の濃い薄い皆さんあると思うんで、濃い味が好きっていう人はこれ入れた方がいいかもしれないですね。そのためにちょっと取っておきます。で、味噌煮込みうどんの元のレシピは 500ml のスープに対してこれが1袋なので、今回はなんとあんかけ焼きそば風味噌煮込みうどんをちょっと、だからなんていうの、あんかけ味噌麺うどん、ちょっとよくわかんないんだけど、ちょっとそんなん作っていきます。はい、で、ここにいしょ、このお湯を僕はね200入れます。
OK、 200入った。で、さっきのこれ砂糖、これを入れます。でこれをよく溶いて、このベースをこのまんま持っておく。これがスープの、あんかけスープの素になります。うん、あ、いいけどこれ全部入れた方がいいや、ごめんなさい。これごめんなさい、もう一回ね、一袋に対して 200cc で OK、 これで十分だ。あ、ちょうどいいちょうどいい、 OK。 じゃあ OK ですか、もう一回言いますよ。 200cc のお湯にこの袋スープを一袋すべて入れてください。そして小さじ1杯の砂糖と袋スープ1個とお湯 200cc、 これがベース。はい、では作っていきます。はい、では、麺の上にかけるあんかけを作ります。火をつけて、はい、またこのフライパンね、大好きなやつ。ここに米油、これはねちょっと多めですよ、大さじ2杯ぐらい入れてください。大さじ2杯ぐらいの米油を入れたら、はい、まずは、豚肉を炒めます。ここでニンニク、生姜入れても味に深さが出て美味しいと思いますよ。今回は簡単にニンニクと生姜入れずにちょっと作ってみます。もうね、味噌スープが結構うまいんですよね。はい、はい、大体来たらここにもうきのこ入れちゃいます。この豚と米油が淡白なきのこに旨味をどん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 与えていくっていう、これがね美味しいんだよね。あ、なんかネーミングが出てきた、豚ときのこの味噌あんかけうどん、どうですかこれ。あんかけうどんって言っても汁なしだからね、柔らかいやつ、うん、どうかな。よし、はい、ここまで来たら醤油を一回し、今のでこの食材にちょっとね香り付けします。はい、そしたらさっきのこれ溶いたやつね全部入れます。もういい音してんじゃん、めちゃめちゃいい音してんじゃん。よし、でここでちょっと味見をする。あ、うまー、うわ、うまー、あ、これはうまいわ。なんかね、ちょっとね想像よりも優しい味付けで、これすごくいいと思います。はい、でここにさっきの水溶き片栗粉を箸でよく溶いて、いいですか、ここでちょっとずつ入れながら素早く混ぜる、ちょっとずつ入れながら素早く混ぜる、こう、ほら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 、できた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 、ほらね、できますね、できた。でここにこのネギをパッと入れてザクザクザクってやったら、はい、火を止めます。火を止めたらごま油をひと回し、はい、これであんかけの完成。はい、では麺を茹でます。これ入れてね、ピョンって、ここには、2分煮込んだ後ほぐした後また2分、計4分って書いてありますが、
これは4分ではなくて、2分半から3分でちょっと固めに揚げます。その方がね、多分あんかけの下地としては美味しいはずなんで、今回はちょっと片面でいきます。通常はこのほぐしてから、ほぐれてから約2分、でもそれをほぐれてから約1分、これでね、多分ねちょうどいいと思うんですよね。はい、じゃあ、もうだいたい3分経ったんで麺を揚げます。はい、こっちよいしょ、行きます。よし、はい、これはグリグリやりません。一旦ここ、はい、ボウルに入れます。さっと、OK、でここにごま油をちょこっと入れて、はい、でまたここで醤油ね、醤油を少し、これぐらい、もうちょいかな、小さじに半分ぐらいの醤油を入れて、これ和えます。はい、こんな感じ。これだけでもうまいんだけど、これが下地だからいいんですよ。はい、そしてこの麺を、はい、このお皿に盛り付けます。こんな感じね。いい感じじゃん、めっちゃうまそうやん。もうこれだけで、あ、やっぱりいい感じ。これは今固めに茹で上げた麺に醤油とごま油をまぶしてあるだけ。この上に、さっきのあんかけをのせるんですね。はい、では、はい、このあんかけをかけていきます。よいしょ、うわー、マジこれちょっと想像以上にうまそうなんだけど、やばい、これはやばい。なんとここにさらに、はい、じゃじゃーん、ドワン、台湾ミンチを乗せちゃうぜ。よーし、よしよしよし、こんな感じだな。めちゃめちゃうまそうじゃないこれ。で、無駄にしない、スガキ屋さんの思いやり。さあ、これをかけますよ、上からね。あ、ちょっと、よっ、これを上からパラパラと。おぉ、ほら、いい感じじゃん、これ。めっちゃいい感じじゃん、これ。ほら、ありがとう、スガキ屋さん。どうですか、めっちゃいい感じ、この、ね、フチッコのこの油とか、本格中華っぽいよね。これね、味噌味なんですよ。伝わります？よーし。はい、これで、豚とキノコの味噌台湾あんかけうどんの完成！じゃあ、食べていきます。はい、ということで完成しました。豚とキノコの味噌あんかけ台湾うどん。いいのかな、イエーイ、できました。ちょっとね、今回頭パニクリながらちょっと作りましたけど、多分ね、あの後で作り方を見れば結構簡単にできてると思います。さあ、じゃあいただきます。これね、この箸ね、これサザンオールスターズの箸なんです。僕大好きなんです、サザンが。というわけで、まずね、箸上げを、うわ、めっちゃいい感じ。なんつうの？ふわって出てくる麺が。うわ、これ。わかる？この感じ。すごい。あんかけ。これめっちゃお皿持ってる、この手めっちゃ熱いから、ちょっとね、早く伝え、あちゃ、熱っ。よし。まあ、行きましょう。これ後で、あ、まずは台湾ミンチがかかってないところ行こう。くせえ。
全部が最高。え、これはかなり得点高いぞ。え、これちゃんと真似して作れた人多分絶対感動するわ。あ、麺の硬さも最高。よしよしよし、ちょっとテンション上がってきたな。よし、じゃあ台湾ミンチを混ぜたところに行くと、熱いからね、これ。さらにうまい。このしめじがね、うまい。だから豚肉と味噌っていうのがめっちゃ合うんだな。豚肉にちょっと半生気味のね、このネギを合わせて、これよ。うまいなこれ。え、ちょっとこれ本当にうまいぞ。うん、これは発見だわ。若干ね、作りながらどんな味になるんだろうなと思って作ったんですけど、いや、想像以上に美味しかった。いや、これ多分みんなびっくりするわ。めっちゃうまい。これうまいよ、これこれ。え、ちょっとびっくりして、あんまり喋れない。これほんとうまくいった。これほんと食べてほしい。これほんとに皆さんに食べてほしい、これ。これあの味噌煮込みうどんの可能性広がったな、マジで。これはいいわ。多分この中に入れる具材を変えたらもっと美味しくなる。いや、でもこれでもうまいんだけど、何がいいかな。もう単純にその季節の野菜と豚肉を醤油で軽く炒めたやつとか、それでこの味噌のあんかけにして固ゆでの麺にぶっかける、これがね絶対にうまいはず。まあこのまんまでも十分いいんだけど、なんかねすごい可能性を感じるんだよなこれ。これは新山直人グッジョブ。よし、ではこれはゆっくりと完食していきます。はい、ということでですね、今回は非常にいいのができたんじゃないかなと、新山は手応えを感じております。これはね、前回かな、あ、前回じゃない、結構前に、何個か前の投稿で、スガキ屋さんの味噌煮込みうどん、あれを混ぜそばにアレンジしたんですよね。で、あれが結構好評が良くて、他にも何かないのかという声が結構上がってたんですよね。で、どうしよっかなーってなんかこう悩んでたんですけど、今日急にあって思いついて、あ、じゃあちょっと中華料理のあんかけ焼きそば、あんな感じ、この間僕札幌一番の醤油味でもやったんですけど、あの応用でこれもしかしたら味噌うどんでもできるんじゃないかなと思って、
ちょっとチャレンジしてみたんですよ。まあ、これね、ぶっちゃけ今だから言いますけど、レシピは作りながら考えてた。だから作ってる途中で、あれはどうしよう、これはどうしようって考えて、まあ動画の途中でね、袋のスープを7分目入れようって言っといて、味見して、あ、これやっぱり全部入れた方がいいやって変更点とかあったと思うんですけど、いや本当に今回なんかライブな感じで作ったんですよ。一回も試作を試みずにぶつけ本番で作ってみたんですね。まあやっぱりね、それでも美味しく仕上がってくるっていう、あの袋スープのあのスガキ屋さんの味付けの素晴らしさ、これ実感しましたね。はい、ちょっと頼っちゃった感じもあるかもしれないな。はい、でそれに、あんかけ焼きそばっぽくするためにどうしたか、これポイントが一つ、麺を1分早めに揚げて片面にする。でその茹で上げた麺にごま油と醤油を、なじませる。これをすることで、味噌のあんかけでも麺と味噌の境界線がなくなるんですね。それはなんか思ったんで、ちょっとやってみたんですけど、バッチバッチ、ね、まあそんなこんなんでいろいろ考えてはいるんですけれども、今回はですねちょっといい感じできたなと。具材はたまたまね、冷蔵庫にキノコが余ってたんですよ。でキノコか、キノコでうんいいだろうと思った。これどうしてかっていうと、キノコって案外ね、汁物になんていうかな、味が移りにくい、影響が移りにくいんですよね、香りぐらいでね。だから素直な味になると思ったんで、でそこに、豚バラ肉の脂身から、スープに出汁が出ればいいなと。でちょっと甘みが欲しいはずなので、ああいうあんかけっていうのは、まあ小さじ1杯の砂糖、うん、それからあんかけにすることででんぷんの甘さが入って、ちょっと風味がね変わるんですよね。これが毎回ね不思議なことなんですけど、やっぱりでんぷんってね甘みが出るんですよ。あんかけにすると味が変わるんですよね、スープの。まあそういうのが相まって、今回ねすごく美味しい味噌あんかけができました。あ、そうだ、それともう一つ、これ結構前の投稿で家庭で作れる本格的な台湾ミンチ作りましたよね。であれを仕上げに乗せたことで思いっきりパンチが出たんですよ。もちろんあれがなくてもいいと思いますよ。豆板醤を少しお皿の縁っこにつけて味を締めてもいいと思いますけど、台湾ミンチを作って冷凍しておけばこういう時にね使えるんで、まあぜひちょっと一回チャレンジしてみてください。はい、これね今回ねちょっとね本当にね僕ねこれはね良かった。はい、絶対作ってみてください。美味しいって言わせますから。はい、今回の投稿がですね皆様のお役に立ちましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた、バイバイ。